おはようございます。本日は美容デーの密着という企画なんですけど、11時から予約してる美容室に行きたいと思います。その前にコンビニに行って飲み物だったり食べ物だったり買ってから行くようにしてるんで、ちょっとコンビニに行ってお茶を買ってきたいと思います。お茶買いましたんで美容室早速行きます。表参道にあるエアー青山っていうところの美容室に行ってて、ずっと金丸さんが担当してくださってるんですけど、着きました。長年お世話になっているサロンで、金丸さんめちゃめちゃ上手なので信頼しきってる美容師さんです。今日はカットとカラーとトリートメントをしていきたいと思います。なんかいつもあんまり変化ないんですけど、赤みをちょっと抑えて王道女子の茶色みんなから好かれそうな茶色にしていこうかなって思ってます。楽しみです。私いつも個室でお願いしてます。あ、金丸さん、よろしくお願いします。お願いします。どうしましょうか。今日はなんかいつもとほとんど変わらないんですけど、このオレンジ味とかを抑えた方がいい。オレンジ味抑えたいの。抑える。明るさは今と同じぐらいか。これシュシュなの？これかわいいね。シュシュ。このシュシュかわいいね。はい、これさえあれば遠い。なんかね、おじさんはよくわかんないからそういうの情報仕入れるから明るさ抑えたいから色味をちょっと入れるから若干抑えるぐらい、はい、で前髪ちょっと整えて、はい、全体もちょっと少し整える、はい、多いですか。ちょっと多いね。まあボリューム感あった方がいいんだけど、毛先のおじさんさんがなんか激しいから。じゃあカラー準備お願いします。お湯はぬるめが好きなんです。みんなぬるめの方が髪の毛サラサラになるよ。暑いとやっぱり乾燥とかも引き起こすじゃないですか。そうですね。じゃあお家とかでもぬるま湯ですか。寒いから熱いお湯です。夏は出る時だけ冷たい水を髪の毛にも体にもかぶってから、最後はできればぬるめとか冷たいので締めたいなって心がけてはいる。シャンプーが気持ちいいのよ。大好きなんです私。本当やったら毎日シャンプーしてもらいたい。めっちゃアバアバじゃないですか。でご自分でされる時も、うん、あの髪の毛を濡らせてるから頭皮をしっかり濡らした状態でするともっと泡立ちよくなると思います。あー気持ちいい。眉毛が染まりました。どう色味はブラウンです。私のすっぴん眉こんな感じ。綺麗。いい色。眉カラーも大事ですね。ブルのタンパク質、髪の毛の元となるものからしっかりと土台を作って、この後に保湿だったり手触りだったりを良くするトリートメントをまたつけていく形になります。まだまだあるんです。そう、1、2、3、4種類です。実はいつもそれぐらい、はい、つけてました。3番目につけるトリートメントで調節ができるんですよ。一人にしてもらえた。一人にしますか。かしました。しっかりと。美容で美容室で雑誌を読んで過ごしてることが多いんですけど、コロナの影響で雑誌が読めないんですよ。だから最近はひたすら携帯触ったりしてます。今日撮影してなかったら本読んでました。女の子で好きな髪色とか、なんかアッシュ系とか、ピンク系とか。じゃあアッシュ系似合って。おしゃれやから似合う人羨ましいけど、自分がするのが似合ってってだけで、自分以外の女の子は似合ってれば何でもいいかな。最近コギミュンが可愛いって、小麦粉の妖精。なんか雰囲気似てますもんね。え？みゆきさんとコギミュン。嘘。やったうちのプルコギちゃんに似てる。会いたいな、コギミュン。1秒間に100万回振動してるんですよ。超音波のアイロンなんですけど、栄養成分をより奥に奥に浸透させていってるものになります。あったかいんですか。いや全然そんなことないんですよ。見た目はアイロンなのに、はい、熱とかじゃないんで本当に超音波だけなんで、結構これをするのとしないとでも持ちが変わるので。ミルキーセットだといくらなんですか。ミルキー28,000円はします。ミルキーセット28,000円です。ミルキーセット頼んでみてください。ミルキーセットぜひ頼んでください。美容室って時間長いから、はい、チョコっと食べれるもの持っていってた方がいいですよ。そうです。チョコだけに。あな
れた。あ、なんか来たよ。最終仕上げでございます。これマイクロミスト状の蒸気が出てるんですけど、はい、シャワーの泡よりもちっちゃい粒なんですよ。それをしっかり当てて最後流血することで髪の毛も引き締まって、うん、トリートメント成分が流れ出づらくする効果があるんですよ。クーリングの効果があるので、うん、しっかり引き締めてる感じ。わー、炊飯器みたいになってる蒸気が飲むからなかなか見ることできない光景ですよね。ね、プシュプシュするの。私の顔が動くと煙も出るよ。すごい。トーマスみたい。終わりました。頭皮と髪の毛が引き締まってる気がする。持ち歩いてるんですか？そう、美容院とかだけじゃなくて普段から持ち歩いてて、前髪って最初ふわってしてても取れてきちゃうから、合間合間でくるくるってやってます。前髪に肩つくの嫌やから先に前髪乾かしてもらってからブローしてもらってる間にカーラーつけといて、金丸さんが来るまでに前髪を整えとく。前髪は自分の整えた状態でカットしてもらった方がなんかいいねんな。持ってない時とかはブローのブラシ借りて、ワイヤー借りて自分で前髪だけブローしてから切ってもらう。すっごいサラサラ、色良すぎる、ツヤツヤ。夏にブリーチしちゃって毛先を、毛先だけ痛みがあるから、それを金丸さんと今戻そうっていう計画の中。どのくらいの頻度で美容院来てますか？ 2,3 週間に1回は通ってます。今日したコースを 2,3 週間に1回くらいはしてる。だからいつも綺麗なんですね。確かに、スペシャルなトリートメント2,3 週間に1回してたら髪の毛も今の方がツヤツヤ、ロボームケアもしてるしツヤツヤになっていく。いつもツヤツヤですもん。もう理想中の理想のカラーです。前髪は、うん、ほんのちょっと長さを、うん、ちょっと真ん中をちょっとぐらいで、小顔に見えないです。それ以上小顔なんてどうすんの。今 6% 体脂肪率 6% やって金丸さん、ゆかねまるさんは美容師なのか筋肉の解放を目指しているのか疑問に思ってる。俺も疑問でもやめないでください。美容師はやめないでくださいただ美容師やってないと筋トレもプロテインも買えないから、全然人生楽しまないと、何でも経験してからね来世を迎えないと。まだまだ若いんだから。思います。失敗とかないですもんね。失敗じゃないんだよ、経験なんだよ、全ては。うん、体験しとかないと人の痛みが分かんない人になっちゃったね。リーチもしないってことに決めましたこうなっちゃうんだよっていうのが分かってれば、うん、次また相談して違う感じでまたできるしね、はい、カットって感覚なのか。俺感覚だもんね。カットすごいちゃんと徹底的に勉強したからベースがあるから崩せるんだよね。あ、そう、よっぽどの天才じゃない限りやっぱね、自分の凡人っていうことを理解してるから、凡人は凡人なりにちゃんとベースができた上での崩しっていうのをトライしてる。経験がないと感も磨かれないっていう。そう、経験なのよ。ミルキーのファンとか、ノドリのファンとか、うん、自分がやってるタレントさんとかのファンたちがフォローしてくれてるぐらいだと思うんだよね、うんうん、まともに、まともに俺のインスタを見たいと思ってくれてる女子はいないと、うん、ほぼ男。じゃあ女子の皆さん、金丸さんのことフォローしてください。女子何のプラスにもなんない情報しかないけど後頭部重くなりやすい。そう、たまりやすい。後頭部ばっかり毛生える。後頭部ばっかり毛入る。後頭部ばっかり毛入る。エアーの帰りは、ガミアンといつもより可愛いって言われる。髪にツヤが出るし、髪の毛ってツヤが大事なんでね、やっぱり美容院の帰りですよ。
が一番いい状態だから意外と多いね。特にバランスかも。頭顔は小さい分の毛量バランスとしては別になんか極端じゃないかな。あと癖がそんなに強すぎないから、インスタでのサラサラっていうのを見極めないとですね、うん、まあ、あれが大体まあそれたいのをかけてるから、うん、どちらにしろサラサラになるよね。やっていくといつか髪は死ぬらしい。そう、三列トリートメントですよね。これは三列トリートメントですかって聞いた方がいいよね、うん、名前をいろいろ勝手に変えちゃってるからわかんないわけよ。これ三列ですかって聞いて三列だったらダメじゃないけど、何回も何回も知らないでやっちゃうと髪が最終的にボロボロになっちゃう。その瞬間もサラサラに、その瞬間も最高にサラサラツルツルになるよ。そう、誰でも綺麗なんだそれは。強引にやってるから痛ましちゃう、強制的に伸ばしてる。そうそう、くせ毛の人がキューってくるから伸びるからツヤが出るんで、あめっちゃためになる。で、ね、美容のものはね、いろいろ落とし穴があるから、うん、ちゃんと知らないと。かわいい、すげえ綺麗なんだよね。顔周りをちょっと切ってめっちゃいい切り直したからね、はい。次回は美容デー後編をします。ぜひ見てください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。